い、ということで今日からピザ配達の仕事を始めようと思います。僕たち今ものすごく貧乏なんだ。でもこの仕事を頑張って大金持ちになるぞ。そう、ピザ配達を頑張ってね、大金持ちになろう。ってことで早速やっていくぞ。僕たちの仕事はね、バイクでピザを配達することだよ。できるか不安になってきた。まあ早速ね、1軒目の配達に行こう。行こう。1軒目はね、この家です。どんな人が注文してくれたんだろう。喜んでくれるかな。こんにちは、ピザのお届けです。こちらがね、お届けのピザです。よし、お、これで完了だ。すごい、こんな簡単にお金が稼げるなんて。1000円ももらえたよ。そしたらじゃあ次は僕がやるよ。2軒目の家は、あったあった、ここだね。よーし。こんにちは、ピザのお届けです。こちらピザです。マイキー、大丈夫？たまにね、怖いお客さんがいるからね、気をつけないと。ひどい目にあったよ。あれ？でも、お金が振り込まれてる。やった！この仕事、やっぱり大変だったけど、お金が稼げるのって嬉しいね。よし、この調子で頑張るぞ。その調子だ、マイキー。一緒にね、頑張りまくってね、大金持ちになろう。ということでマイキー、倉庫にあるピザをね、配達しに行こう。行こう。よーし、倉庫に向かうぞ。倉庫はね、こっちにあるんだよね。ここがね、倉庫の入り口です、マイキー。おお。あ、すごい色のピザだ。でもこれを全部配り切ったらものすごいお金を稼げるね。かなりの量だね。頑張るぞ。美味しそうだから一個食べちゃおう。マイキー、これ全部配達してね、お金持ちになるぞ。よし、頑張るぞ。あれから一週間が経ったね。あんなにたくさんピザがあったのに、残すはこのピザ一枚だけだ。僕たち頑張ったね。早くこの最後のピザ届けようよ。きっとものすごい量のお金が振り込まれるんだろうな。ワクワク。じゃあね、早速ね、行きましょう。行こう。この橋を渡った先の家に配達するんだよね。あんなにたくさんのピザを配達したなんて、僕たちすごいね。じゃあね、この辺りにね、バイクを止めてと。こんにちは、ピザのね、宅配です。こちらがね、ピザです。よーし、配達が終わったぞ。やった、やりきったよ。ものすごい量のピザをね、配達したからね、どれくらいお金が振り込まれるのかね、楽しみだね。早く確認しようよ。いくら振り込まれたんだろう。あ、今お金が振り込まれたみたいだぞ。え、すごいぞ。貯金が1000万円になってる。1000万円、
そんな大金見たことないよ。すごい、僕たちお金持ちになっちゃったんだ。僕たち優秀なピザ配達員としてピザ屋から表彰されちゃった。僕たち超優秀なエリートだから今日からスーツを着て仕事をするぞ。いやースーツかっこいいね。なんかねすごいでっかいピザ配達員って感じがするよ。頑張った甲斐があったな。そうだね、でももっとお金が欲しい。もっと頑張ってもっとお金持ちになろう。今日もピザをたくさん配達して稼ぐぞ。うん、頑張ろう。でもマキ、謙虚な心をね忘れちゃダメだよ。知ってる知ってる。でもみんな僕配達したピザは他の人が配達したピザよりも美味しく感じるって言ってくれるんだ。すごいでしょ。そうなの、すごいな。よし、じゃあ僕行ってくるね。またね、定時間も頑張って。うん。へいお餅、僕のピザ味わって食べてね。うん。マイキが逮捕されたって聞いたんだけれども何があったんだ？しかもね、損害賠償金も請求されてね、借金まみれになっちゃったらしいんだよね。とにかくね、警察署に来たから様子を見に行こう。あ、こんにちは。ここだな。あ、マイキ！え？ジェシキュン！マイキ一体なんで逮捕されたの？それがね、僕が届けたピザの中に、ゴキブリが入ってたんだ。え？そのせいで逮捕されてさ、損害賠償で借金まみれになっちゃったよ。そんな、僕ゴキブリなんて入れてないのに。なるほど、もしかして誰かがマイキーのことねはめたのかもしれない。マイキー待ってて、そっから出してあげるよ。ありがとう、ジンシキュン。うん、またねマイキー。多分誰かがゴキブリをね、ピザに混入させたんだな。張り込みをしてね、犯人を突き止めるぞ。ピザ屋の前に貼ってればね、怪しい人が来たらね、すぐわかると思うんだけれども。なんだあの人。すごいキョロキョロしてるけれども。怪しいな。なんかピザ屋の前をうろちょろしてるぞ。ん？え？ピザ屋の中に入ったぞ。ちょ、追いかけるか。ピザ屋に何の用があるんだ？かなり挙動不審で怪しすぎるぞ。何かあったらね、証拠をこのカメラにね、収めるぞ。ちょっと待って、この人ピザにゴキブリを混入させてる。やっぱりマイキーは犯人じゃなかったんだよ。この人が犯人だ。証拠ね、このカメラに収めるぞ。あ、まずいフラッシュを切るの忘れてた。まずい。まずい、気づかれた。逃げろ。よし、逃げるぞ。待って、バイクで犯人が追いかけてきた。まずいぞ、逃げないと。犯人に捕まったら証拠を奪われちゃう。そしたらマイキーの無実を証明できない。まずいな、これは。このまままっすぐ行ってと。そうだ、その、どこか逃げる場所ないかな。よしよし、こっち曲がるか。逃げ切って、マイキーのね、無実を証明しないと。あ、待って、ここ狭い路地がある。ここ行こう。行くぞ。急いで逃げるぞ。待って、まだ追いかけてきてるの？こっちにこう行ってと。まずいな、追いつかれるぞ、このままだと。逃げないと。あれ、巻いたのか。まだいるよ、まだ動いてきてるんだけれども、まずいぞ。逃げ切ってマイキーの罪を晴らさないといけないのに。なんとか逃げ切らないとまずいぞ、これは。急げ。ちょっと待って、犯人がバスに引かれて爆発したぞ。ちょっと待って、大丈夫かな。
まあでもね、とりあえずね、カメラは無事です。この写真をね、警察に届けてね、マイキーの罪を晴らすぞ。ありがとう、ジェイシ君。罪があるって釈放されたよ。あとね、お金も返ってきた。やった！いや、よかったよ、マイキー。僕たち予定通りね、ピザの配達でね、お金持ちになれたね。動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローと、インスタグラムのフォローと TikTok 登録、よろしくお願いいたします。よろしく！よろしくね。